カルタゴ支配を始めた。ローマ帝国の歴史家ユニアヌス・ユスティヌスによると、ハンノの肩書きはカルタゴのプリンクエプスとしている。貴族、王族としての故障ではなく、平等な市民の中の第一のものとの意味と思われる。紀元前368年、彼の性敵であるスニアトゥスは、最も権力があるカルタゴ人と呼ばれていた。数年後にスニアトゥスは、 反逆罪で告訴され、おそらくは処刑された。紀元前367年、ハンノは200隻の艦隊を率いて、リルバイオンを封鎖していたシュラクサイ艦隊を奇襲して、これに勝利し、シュラクサイの選手ディオニュシオス一世を撤退させた。その後20年間、ハンノはカルタゴの指導者であり、また最も裕福な人物であった。紀元前343年、 シュクサ祭の内紛に介入してカルタゴは藩の率いる大軍をシケリアに派遣するが、途中で司令官は孫三世に交代している。孫はコリントスから派遣されたティモレオンに敗北し、カルタゴに戻って自決した。その後、ハンのはカルタゴでのより強力な権力を狙った。民衆に食料を配布し、またリビュア人奴隷や主張を利用して、 自身の権力を見せつけた。カルタゴに対する軍事的威嚇ではなかったが、ハンノは逮捕され、反逆者として処刑された。息子であるギスコを除き、家族の多くも処刑された。しかしほどなくギスコは許され、70隻の艦隊にギリシア人傭兵を乗せてリルバヨンに向かい、ティモレンと講和した。この後、藩の家はカルタゴの政治に、 大きな影響を与えることとなる。王藩ノはおそらく、王藩ノの祖先である。傭兵たちに対して、カルタゴの国庫にはもう金がないことを告げる王藩ノ二人目の、王藩ノは、カルタゴの貴族、紀元前三世紀、ボエニ戦争で活躍した。カルタゴのハンバル家勢力として知られる。藩ノの成果は裕福な貴族階級で、一族は、 北アフリカとイベリア半島で土地を所有していた。第一次ポエニ戦争では、ハンノは、自らの支持層を率いて、ローマとの戦を継続することをやめようとする。また、海戦で、自らの財を失うことを好まず、むしろ北アフリカで所有する土地のことに不信したと、言われている。このような経緯から、カルタゴの将軍ハミルガルバルカとは対立関係に、あった。また、 ハンノは紀元前244年にカルタゴ海軍を解体、ローマに自らの海軍を再建させる隙を与え、それが紀元前241年にカルタゴはローマに敗北する結果となった。第一次ポエに戦争終結後、ハンノは性的ファミルカルが約束したカルタゴ軍に参加した傭兵たちに払うべきである報酬の支払いを拒否。 これが傭兵たちの反乱を招くことになる。そして自ら軍を率いて鎮圧に当たるが失敗。軍の統制権は再びハミルカルのもとへ返し、紀元前238年に敵対するハミルカルと共同して反乱を鎮圧した。彼の名前に大と前置きされるのは北アフリカでカルタゴの敵を制圧した功績のためである。また彼は、 対ローマ戦争に反対し続けた。この戦争は海軍の衝突につながるものであったからである。第二次ポエニ戦争ではカルタゴの反戦勢力を率いてカンナエの戦いで勝利を収めたハンニバルへの支援の妨害をした。ザマの戦いでハンニバルが敗れるとハンノはローマとの交渉する外交役を務めた。三人目の王ハンノは 紀元前二世紀のカルタ語の超保守派政治家である。ありがとうございます。